24時間ダラダラ配信、私フシダラチャンネルやっているフシダラと申します。さあ本日も進撃の巨人2ファイナルバトルの方をやっていきたいと思います。前回はね、調査兵団に入りまして、ミケとかナナバとかちょっとリヴァイアンとは別の調査兵団の皆様と共闘したんですけれども、おそらくこれでエレンがリヴァイアン、そして私は半自販に入って進めていくんではないかと思っております。それでは早速いきましょう。ポン。さあここに戻ってきたんですよね。ということで、お、ハンジさんがいますね。これあれあれかな、人物、あ、一応いろいろあげられるんですね。ちょっとまた回ってみましょうか。家族、エレンが心配だ。何かひどいことをされたりしていないだろうか。大丈夫よ。君はもう調査兵団で活躍しているんだよね。あっちでエレンはどんな扱いを受けているの？すっかり調査兵団の一員だ。そうなの？そういうものなんだね。エレン無茶しないでくれよ。あ、ちょっと選択ミスった。よう、フランシス、調査兵団の先輩方の腕前はどうだった？格が違う。やっぱりそうか、常に最前線で巨人と戦っているからな。お前も調査兵団でやっていくんならもっと訓練を増やした方がいいんじゃないか。お、これ連続で喋ってみましょうか。ん？お前どこ行くんだ？お、ライナーイベントですかね。お前最近腕を上げたと思ってたが、こうやって自主訓練をしてたんだな。そうなんだ、実は。と、邪魔して悪かった。俺に構わず続けてくれ。アンカーが射出されない。どうした？立体起動装置の故障が？見せてみろ。頼む。ああ、任せろ。お、なんかライナーが直してくれるのかな。原因は分かった。部品が一部摩耗していたせいだ。摩耗か。取り替えないとな。にしても一体どれくらい訓練を続けてたんだ。ここまで部品が痛むなんてよ。俺は努力しなきゃね。よし、決めたぞ。お、次からは俺もお前の自主訓練に付き合う。お、一緒に鍛えた方が効率も上がるだろう。ライナー、ぜひ頼む。よし、決まりだな。ライナー、素直に言えば上がるっぽいね。兵士として人類を支えるなら高い能力がいる。協力して腕を上げていこう。おっしゃ。ライナーの言葉に兵士としての強い意志を感じる。ライナーと一緒に訓練をすることに彼からは学ぶことも多いだろう。体力参加。エレンは巨人化できるか。なぜなんだろうね。向こうが確かに謎めいてんだよな。ボロストクの騒ぎも落ち着いてきたし、さっさと憲兵団に行かせてもらいたいね。憲兵団側に行って本当は何かしでかそうとしてたんだろうな。さあ、あなたはもう調査兵団で任務についているんですよね。もしかしてお肉とか食べさせてもらっているんですか。のびー、家族の顔が見てえな。父ちゃん、母ちゃん、サニー、マーティン、キッズ、ボロストク周辺の巨人相当ご苦労だった。これで少しは落ち着くというものだ。これも仕事です。うむ、規律に従って動く、それが兵士のあるべき姿と若いのによく分かっているではないか。とにかく巨人相当に関しては世話になった。さすがは調査兵団だ。お、ありがとう。あれ、ユミルがこの裏か。
歩だ。楽に越したことはね。お前正式な配属前から調査兵団でこき使われるなんてそんな性格してんな。どうしよう。ユミルはわかんねえな。これみんなとかより特別な報酬が出るぐらいにしとくか。お、あ、本当か？食い物か？それとも金品か？ち、なわけねえか。私を担ぎやがって。ま、調査兵団で働きたいなら好きにすればいい。私らは所属陛下が決まるまで少し休ませてもらう。まだや。みんなの行く末が決まってないの。何見てんだ？見せ物じゃねえぞ。いい加減にしろよ、クソ女。お、また揉めてんのか？アルミンに劣等生だの、トロイおとり役だの言いやがって。言ってたね。事実を言ったまでじゃねえか。それでへこたれるなら、あいつはそれまでのやつなんだよ。ユミル、やめましょうよ。何口を挟んでんだ、サシャ。お前はいつから恩人の私に意見できるほど偉くなった？恩人？え？なんだ、わかんねえな。兵士同士仲良くしないと。お利口さんなご意見だな。私は仲良しごっこなんてうんざりなんだよ。そうなの？くそ、お前って本当に他人の気持ちを考えねえやつだな。ユミル、よく言うぜコニー。バカのお前にどんだけ他人の気持ちがわかるってんだよ。書きますね。ちょ、ユミル、コーニー、どこへ行くんですか？ワンの時そんなに出てこなかった気するけどな。まあそれで言ったら、まあサシャもそうか。気分を直しに愛しのクリスタに会いに行くとするか。クリスタのことは好きなのね。愛しのクリスタ？そうだよ。何か文句あるのか？きっとあいつも愛しい私のことを待っているだろうよ。どういう関係なの？ユミルがコニーと喧嘩していた。なぜあんな尖った物言いをするのだろう。そうだね、そんな別に揉めることはねえじゃねえか。教会のボスはちょっとおだてた方がいいのかな。災難だったぜ。そういえば避難の時トロストクから俺の財産を運び出そうとした。失敗したな。それは災難でしたね。ただ飯ぐらいの兵士が。全くだ、兵士どもは運ぶのに協力しやがらねえしよ。言っとくが、俺みたいなのが稼いでいるから今までトロストクの兵士を食わせることができてたんだぞ。なるほど。まあ必要悪というか割と大事なことなのね。やあフランシス、この前の任務はご苦労だったね。そうそう、エルヴィンから君に大事な話があるみたいだよ。きっといい話だと思うな。お、団長室に行けるようになりました。執務室に行けるようになりました。上官会議室に行けるようになりました。お、とはいえよ、エルヴィンだけかな。あ、エルヴィンだけです。エルヴィンのとこ行きましょう。さあ団長、あくびをするんじゃない。感謝する。巨人掃討作戦への協力感謝する。判事の目に狂いはなかったようだ。話というのは今後の活動についてだ。君には引き続き調査兵団を手伝ってもらいたい。正式な配属ではないが、調査兵団の一員として新たな施設の利用も許可しよう。兵団運営受付では兵団の運営方針に関する提案をすることが可能だ。兵団の訓練所も個人で自由に使用してもらって構わない。兵士としての戦闘能力を磨くことができるだろう。なんか破格の待遇なのだ。ただしこれらの施設の利用には兵士としての人望が必要だ。そこで提案だが、君が望むなら調査任務に参加してもいい。調査任務とは調査兵団が抱えているさまざまな任務のことだ。調査任務へ出撃して兵士としての経験を積めば、おのずと人望も集まっていくはずだからな。おお、なんか人望を集める
エルヴィンに調査兵団の一員として認められたことで兵士としての人望を獲得できるようになりました。人望は戦闘で活躍する、日常で困っている人を助ける、サボっている兵士を注意するといった兵士として高く評価される行動を取ることで獲得でき、画面の右上の自由の翼ゲージに溜まっていきます。ほうほうほう。で、人望がゲージのサイドまで溜まるごとに自由の翼ゲージ一つがストックされます。自由の翼ゲージは兵団の運営に意見を述べる際や兵団の施設を利用する場合に必要となります。なんか権力を持つことができるのかな。次の任務に出る前に新たに利用できるようになった施設を見ておくといい。それと他の調査兵団の面々とは連携を取るために親睦を深めておいてくれ。ありがとうございます。お、もうなんかレベル3ぐらいまで上がったんだ。お、フランシス、こんなところにいたのか。ハンジ分隊長が探していたよ。分隊長なら、旧調査兵団本部へ行くと言っていたぞ。リヴァイ班がエレンを囲っている場所さ。旧調査兵団本部に行けるようになった。なんかすげえこれが出るな。あ、ここで行けるってことか。さあ、旧調査兵団本部。いや、これイベント進んじゃうか。あ、でもエレンがいるぞ。フランシス、そろそろ訓練が始まるみたいだぞ。一緒に訓練地に向かわねえか。過酷な訓練を終えた後。お、同郷だからね、俺も実は。今日の訓練は大変だったね。油断していたら本当に死んでたかもしれない。なあ、かなり危険な訓練だったな。お前は大丈夫か。これくらいへっちゃら。そうだよな、ようやく目標への一歩を踏み出したんだ。こんなところでへこたれちゃいらんね。そうだぜエレン、これからはもっと危険な訓練も増えてくるかもしれねえが、俺は諦めねえ。早く一人前の兵士になって必ず。よし、俺たちで巨人を駆逐して。エレン待って、ふるさと。訓練に対して意気込むのはいい、だけど本当に危ない時は私を頼ってほしい。ミカサちゃん。うるせえなミカさん、いつまでも子供扱いしてんじゃねえ。ごめんなさい。そう突っぱねるなよ。けどエレン、エレンは熱くなると周りが見えなくなる。昔からいつも心配。心配しちゃうよな。だから俺はお前の弟でも子供でもねえって。いやエレンよ、そういう感情じゃないのエレン。まあ、二人とも落ち着いてよ。ほらミカさん、一緒に寮に戻ろうね。弟とか家族とかそういうことじゃないの。分かってないんだからエレンは。羨ましい。はあ、どういうことだよ。こんな心配してくれる人がいるっていうのが羨ましいよ。とりあえず俺たちも戻るとするか。俺はぼっちだからな。明日も早いし、さっさと休もうぜ。そうだな。ミカサに子供扱いされて怒っていた。この二人は本当の家族のように感じる。お、スキル不屈の闘志を知る。オッケーオッケー。なんか戻されちゃったけど、まだエレンあげれるね。特別作戦派、俺が暴走したときはあの人たちに殺されることになるのか。腕利き揃いでかっこいい。お前もそう思うか。こんな形で関わることになったのが残念だな。仲間に殺されるなんて最悪だ。暴走しないように気をつけねえとな。頑張れよエレン。この前の訓練しんどかったよな。これからは多分もっときつい訓練も増えてくるんだろうけど、こんなところで立ち止まるわけにはいかねえ。俺たちにはやらなきゃなんねえことがあるんだからさ。お、エレンがガンガン上がってるよ。こんなもんか。これはエルドだ。まだ実戦にはなれないだろうが、焦って命を危険にさらすことがないよな。リヴァイ班のさあ、グンタさん、
き続きお前は調査兵団の任務に参加するんだな。なら団長や兵長の言うことをよく聞くんだぞ。絶対従います。基本的にはそうだ。兵長は自分で考えて選べって言うだろうけどな。団長や兵長を信じて一つ一つ任務をやり遂げる。それが俺たちの使命だ。エルヴィンの野郎はお前を認めたらしいが、調子に乗って無茶すんじゃねえぞ。いやー難しいな、リヴァイ。調子に乗ったりしません。やれやれ。お前のさっきの戦いぶりを見た感じじゃかなり怪しく思えるがな。まずは実戦を生き抜くことだけを考えろ。お前に大した期待はしてねえ。なんてことを言うんだ。おヘッドラもいるよ。今後も一緒に任務へ行けることになったみたい。よろしくね、フランシス。わかんねえ、ペトラさん。絶対に活躍してみせます。信頼って大事。そんなに気負っちゃ危ないでしょ。最初は私たちを信じて任せてくれればいいから。違ったな、選択肢。とりあえず今は自分の身を守れば十分だよ。まずは死なないことが一番の目標かな。さあ、伸び伸び伸び。あ、ちょっとオルオさんに、あ、なんか夜オルオさんにさ紅茶あげよう。もらっておく。めっちゃ上がったんだけど。めっちゃ上がったぞ。そう、フランシスか、お前後で俺のところに来い。さあ、信頼度上がってるから。あ、なんかエレンが掃除してるぞ。珍しいな、お前がこんなところに来るなんて。もしかして兵長を訪ねてきたのか。何してる。そうか、掃除してんの。さっき中の掃除の様子を見に行ったから、そろそろ戻ってくるんじゃねえかな。そういや、お前最近すっげー頑張ってるらしいな。先輩たちも噂してたぞ。お、噂になってるじゃねえか。かすげえ格好してない。何を喋ってやがる。口を動かす暇があるなら手を動かせ、エレン。なんだこれは。はい、すみません兵長。それでなぜお前がここにいる。いや、あんたが呼んだんじゃないの、俺のこと。まあいい、まあいい。むしろ好都合だ。ちょうどお前に話があったんだ。そうでしょ、兵長が呼んだんじゃないですか。エルヴィンからの指示だ。今後お前にはエレンと一緒に俺の個別指導を受けてもらう。なんか個別指導。個別指導。なぜ自分が。さあ、理由は俺も知らん。エルヴィンの指示だもんね。まずは弊社の大掃除からだ。今後の予定を開けておけ。掃除か。返事をする間もなく立ち去ってしまった。なあ、いきなり個別指導なんてどういう風の吹き回しなんだろうな。恐れてる。ちょっと楽しむ。お前のそういう前向きなとこ俺も見習いてえな。前向きに行こうぜエレン。さあ、兵長直々の指導を受けることになった。一体どんな内容なんだろう。 OKOK、 無事に許可も下りたことだし、駐屯兵団の診療所に行こうよフランシス。クリスタ、その荷物やっぱりこっちに持ってきてくれ。はい、すぐ持っていきます。クリスタ、早く俺の足も見てくれ。いや、めっちゃなんか俺が先に頼んでたんだからな。お嬢ちゃん、俺の腕の方を先に見てくれ。いやいや、なんか、あ、待っててくださいね、すぐ行きますから。クリスタ目当てじゃん。クリスタは診療所でもすっかり人気者だ。お、ごめんね、いろいろと手伝わせてしまって。いえ、処置の仕方もいろいろと教えていただきましたし、これくらいは当然です。ありがとう、助かるよ。じゃあ次はこっちを手伝ってくれ。もうすごい頼まれてる。大人気なんだ。さて、
これで君たちにお願いしたい仕事は全部だ。お疲れ様、助かったよ。おっと、こんにちは。いつも主人がお世話になってます。お、あ、こんにちは。いつもお見舞いご苦労様です。奥の病室へどうぞ。これは何でしょうね。怪我をした人かな。あの人たちは。ここは兵団の診療所ですよね。奥で寝てる兵士がいただろう。彼の家族だよ。原則ここには兵団関係者しか収容しないんだけど、彼はもう長くないかもしれないんだ。ああ、そういうことか。巨人との戦いで負った怪我が元で悪い病気にかかってね。今の状況じゃそれを治す方法は。あの、お父さんは助からないの？うわあ、そんな悲しい。大丈夫だよ。お母さんには秘密にするから。きっとお母さん悲しむから。悲しい。あ、私あの子のこと放っておけないよ。だって今にも泣きそうな顔してた。そうだね、自分もそう思う。私しばらくここに通ってもいいですか。あの子のこと励ましてあげたいんです。クリスタ頼むわ。構わないけれど、本来の職務は別にあるはずだろ。その妨げにならない程度にしておくんだよ。この日からクリスタは駐屯兵団の診療所に通い始めた。優しいね。いや、ほっとけないよな。でも診療所で出会った少女が心配なようだ。クリスタは診療所に通うつもりらしい。実はとっておきの作戦を計画しているんだ。それはもう最高にたぎるやつをだよ。俺からエルヴィンとその話をするんだけど、興味があるなら君も来るかい？行きます。さあ行くよ。そう言ってくれると思ってたよ。じゃあ行こうか。というわけで、巨人捕獲作戦を成功させるためにエレンの力を使わせてほしいんだよ。出た、巨人捕獲作戦なのかな。却下する。エレンはまだ巨人化能力を完全には掌握できていない。それは分かってるけど、巨人の捕獲だって大事なことだろ。巨人の正体を探ることは調査兵団本来の目的なんだからさ。これでもやっぱ捕獲作戦は絶対黙ってしてない、クソメガネ。あるんじゃね。エレンの扱いを決めるのはエルヴィンだろうが。どうしてもダメなの？ああ、この作戦に参加できないなんてかわいそうなエレン。分隊長、彼もまだ参加したいとは言っていません。それにしたってこの作戦で使える人数が少な。あ、じゃあ代わりにこの子を貸してくれる？それはいいよね。お気に入りになってんだよな。私から強制はできない、本人次第だな。俺次第か。巨人の捕獲は成功例の少ない極めて難しい任務なんだ。辞退するなら今のうちだが、どうする？なんかモブリットがかっこいいね。個人研究のためならやります。そうこなくちゃね。さすが私の見込んだ子だ。分隊長、いくらなんでも新兵には無茶では。本人にやる気があるなら止める理由はない。許可しよう。ただし無理に前線には出るな。うん、よし、じゃあ早速準備にかかろう。忙しくなってきた。やっほーい。そうか、だからこの作戦は基本的に、まあ、エレンは普通に参加しなかった。あいつに付き合ってると早死にするぞ。リヴァイ、お前はエレン以外の4人を率いて作戦のサポートに回ってくれ。あ、でもリヴァイ班も来てくれる。お前も新兵を早死にさせたくはないだろう。ち、了解だ。ありがとうございます。さあどうすればいいんだろう。
一応ハンジさんと捕獲作戦開始だ。まずは邪魔な子が入ってこないようにしとかないとね。まずは特定の地点に物見の拠点を設営しておけば巨人の接近を素早く察知できるはずだよ。お、拠点を設営の各地に展開。私たちはどうすればいいんですか。あ、そうですか。君は我々と一緒に行動してくれ。離れると危険だからな。あ、一緒に可愛い子を捕まえよう。やったな。捕獲作戦を進めよう と 言われましても仲間が食われそうなんですが。拠点の設営予定地点に巨人がいますか。まあ、とりあえずこの辺を討伐して。ちょっと違うかな。討伐していいよって言ってる。討伐していいよ。 OK で討伐に成功。こいつは倒していいんだよな。いや、やれ、とんだ任務だ。倒れた。オッケー。すみません、手を借りられて助かってます。ああ、いいんだ、お前も大変だな。オッケー、エルドさん加入。兵長はまあいいか。ありがとう、その調子で頼むよ。はい、了解です。いや、俺の馬どこにいるのかな。奴は捕獲対象じゃないよな。この作戦はかなり無茶だと思うんですが。あー、ダメか。君たちならできるって。精鋭中の精鋭なんだからさ。もううなじ狙いで行きたいんですが。 OK、 やったな。作戦成功までもう少し頑張ろう。はあ、努力はします。あ、グンタさん救った巨人を引きつけているペトラ。また巨人を生け捕りにするなんて。あれ、ハンジさん、あの巨人は討伐してもいいんですよね。ミスってるな。仕方ないか、頼むよ。オーケー。で、はい、ご苦労様。はい、ご苦労様。引き続きお願いするよ。お願いされたの。ペトラさん救っていく。ハンジさんは正気じゃねえな。こんな危ねえ作戦を追っ始めるなんてよ。やったな。ハンジさん、やっぱ無理っすよ。巨人を捕まえるなんてできるわけねえっす。無理でもやるんだよ、オルオ。厳しい。これができなきゃ人類は巨人に勝てないんだから。オルオに厳しい。オッケー、討伐成功で。軍隊長、すべての地点でペトラとか拠点の設営が完了しました。ここからは俺も同行する。お前らだけじゃ頼りねえから。リヴァイ兵長、お心遣いに感謝します。お、リヴァイも一緒になった。舞台は整った。で、いよいよ捕獲作戦を本格的に開始しよう。捕獲をしなきゃいけないのかな。さあ、小型の機関車発見。あっちか。さあ、捕獲銃を使用することで巨人を捕獲することができます。小型の巨人はロックオン中に捕獲銃を使用することで捕獲することが可能です。ああ、大型の巨人は両足を破壊しておく。本当に絶対に捕獲しておく。どうやって使うんだろう。OK、 めっちゃ苦戦した。これ以上は付き合わねえ。オッケー。なんとかしねえと。まだやれ。
そう。よし、これが決まれば。スタミナ削れてないか、まだ。今お願いします。お願いします。よーし、やっとだ。あぶねー、終わりだ。やっとだ。さっさと撤収するぞ。超かかった。みんな協力してくれてありがとう。いや、あれ拠点壊されたのが痛かったな。なるほどね、各地の。それでアイテムが。すごい、本当に生け捕りにするなんて。まあまあ、とりあえずね。これでやりたかった実験がいろいろできるよ。早速計画を立てないとね。まず何から始めようかな。あー、難しいね。日光の遮断。うん、巨人が本当に活動を停止するのか、個体差があるのかも検証したいね。でもやっぱり最初は意思の疎通の検証からだな。意思の疎通ね。意思って、巨人の行動原理は人類の捕食だけだと教わりましたけど。うん、だけど過去には気になる事例もある。イルゼ・ラングナーという兵士が残した手帳があってね。出た、イルゼの手帳ね。なんと、言葉を話した巨人について書かれているんだよ。二人ともちょうどいい機会だから聞いてほしいんだけど、イルゼの手帳が示唆するところは、我々が未だ巨人について無知であるということだ。そうだね、感想は巨人の正体を突き止める努力は継続されなければならない。得られた情報がたとえわずかだとしても、通常巨人とそのエレンとこの兄、いつの日か人類の反撃の糧になるものであると私は信じる。はい。巨人の感じは違うんだろうな、やっぱり。壁外での長話は危険すぎます。速やかに捕獲した巨人の運搬にかからないと。たちに名前をつけてなかったね。出た。うっかりしてたな。これなんか本編にはないみたいに前言ってたけど。聞いてください、分隊長。普通にあるんじゃないのか。いや、時間かかったね。いや、めちゃくちゃ苦戦した。やっぱさ、リヴァイがいないときついよな、あの大型巨人を倒すときに。大型巨人というか、あの最後のボス巨人を倒すとききつくなるよね。さあ、捕獲した巨人、戦闘中に巨人捕獲した場合、戦後に一覧で確認できます。ああ、そういうのもあるな、捕獲みたいなのね。さあ、アナザーモードでペトラが使用可能になりました。アナザーモードでエルドが使用可能になりました。だ、新たに、爆撃拠点レベル1が設定可能になりました。と、爆撃拠点は巨人から攻撃を受けると爆発し大ダメージを与える拠点です。拠点のレベルが上がるごとにその威力も上がっていきます。しかし一度爆発するとこの拠点は破壊されてしまうので注意しましょう。拠点が壊れちゃうとやっぱきついなあ。さあ、捕獲銃が来たぞ。さあ、巨人捕獲作戦に成功した。さあ、ということで本日はここまでにしましょうか。ちょっとね、いろいろやれることが増えてきて、信頼度を上げてスキルとかも上げていくべきなんでしょうが、めちゃくちゃ捕獲作戦苦戦しましたな。あれだから、やっぱ拠点
を作れるのはちょっと取っといた方がいいな、最後の方に。結局拠点壊されて補給できなくなってたんでね、それがきつかったんで、まあ、その辺のね立ち回りとかも勉強しつつ、また次もやっていきたいと思います。漫画原作ゲームとデッドバイデイライト関連のゲームやっていますのでね、別の動画でもダラダラしていってね。ということでありがとうございました。またお会いしましょう。バイバーイ。なんかすごい通行人がこっちに向かってくるか。じゃあねー。